ではですね、えー、と実際に、えー、とデモに移りたいと思います。で1点目はですね、えー、と部門別 PL の管理ではですね精度が上がらない理由ですね、えー、いうのを画面を通してお話しするのと、えー、2点目、えー、多次元データベースの軸変更のですねイメージをご説明したいと思います。で3つ目はですね、えー、とインプットだけではなくて、アウトプットのダッシュボードとの連携ですね。 いうところをご紹介したいと思います。で、テーマはいずれにしても、実管理で本当に分析したいものって皆さん何でしょうかっていうところですね。ここをテーマにちょっとデモしながらですね、解,決解説できればと思います。それではですね、デモに移りたいと思います。で、あの、まあ、最初にですね、ご説明した、その部門別 PL とか、展望別 PL を集めている仕事っていうか、業務ってどんなイメージかっていうと、 左側が、えーとまあ、店舗別の PL とか支店別の PL になってまして、それがですね、組織ですね、これをご覧になっている、まあなただの会社の組織がここの中に表現されていて、何ていうんでしょう、下の部門からですね、積み上がってくると、まあ、自動で集計されるみたいなとこだったり、またはですね、ID を現場に配って、この PL を更新すると、 下から上に積み上がっていくみたいな形ですね。これが PL を集めるっていう内容のざっくりしたイメージになっています。で、じゃあなんでこの部門別 PL を集めることって、まあ多分仕事上絶対いる仕事なので、別にこれを軽視しているっていう意味じゃなくて、あの今日のテーマでお伝えしたいのは、この仕事を要するに今まで10時間かかってた内容を例えばですけど1、2時間になったところで。 じゃあ予算と実績ですね、えー、と製品売上とかサービス売上っていうのに対して目標値が例えばですけど500万って言ったのが460万ですという風になってじゃあな,なんでこれが足らなかったのかっていう内容だとちょっと抽象的すぎるんですね。えーまああの一言で言うとその会計の実績で仕分けのデータと付き合わせて製品売上が上っが部門別にですね、売上高がこの製品売上が 500でしたとか460でしたっていう内容の差がなんだっていうような会話をしたところで何ていうん,ん言うでしょう,こう最終的には抽象論とか意思みたいな目標達成っていうのは絶対ですみたいな、えー、形になってしまうとですねなかなかこの行動が具体化しないと思うんですよね何したらつまり予算を達成するのかって行動に結びつきづらいですよね。 それが部門別 PL を集めるだけでは精度が上がらないって我々が思っている理由です。じゃあ一方でその多次元データベースっていうのはですねどんなイメージかっていうと、えー、こちらなんですけど、えーとまあ、さっきその製品別とか顧客別っていう風な X 軸 Y 軸みたいな絵でお見せしたと思うんですけどもう一回出しましょうか。 えとこれですね、えー、製品別とかあ組織別とか顧客別っていういろんな軸で見るっていう内容がよいしょ例えば、えー、とこのシートで言うと、まあ、製品売上管理っていうシートなんですけど左側の、まあ、売上とか製造原価とかある、まあ、あの入力項目に対してですね一つは組織軸っていうのがどのデータかどこの組織のデータかっていうのとか え他にもですね、えー、得意先別っていうので、えー、よいしょ、開くと、まあ、どこどこ紹介とかですね、まあ、これちょっとダミーの、ダミーっていうか、なんていうんでしょう、ざっくりした、日本語の名称っぽく、私が作ったやつですけど、なんとか商事とかいうものだったり、あるいは、えー、と製品っていう軸で、何の商品を売ったからだとかですね、いうふうに、あのこの えーとシ,ートシート自体がいろんな軸で構成されてますよっていう形になってます。で、じゃあ例えば、えー、と今このプルダウンで得意先とか製品ってあるだけではちょっとピンとこないと思いますので、じゃあ、えー、と多次元データベースにある機能で軸変更っていうイメージをこれからデモしたいと思うんですけど、例えば、えー、とこれが、えー、と管理会計上の PL だとして、えー、とじゃあ得意先で うちの会社はどこの取引先に対して最も売上げを上げてるんだろうっていうふうに得意先別軸で見たい場合っていうのはですねあのこのシート上で軸を変えることができましてクリックしますとですね横軸が今、時間で縦軸がですね科目になっているので軸をですね今,今ご覧いただいたプルダウンからちょっと違う軸を選んでみたいと思います。 今の話の中で言うと、得意先別ですね。まあ、の取引先別っていうふうに書き換えていただいても構わないです。得意先というふうにして、えー、OK ってするとですね、これが、あの、なんていうでしょう、スライシングとかダイスとかいう名称でしたけど、まあ、我々ちょっとダイスってよく使ってないので、まあ、簡単に軸変更って呼んでますけど、あの時間軸が横軸がなくなった分、まあ、仮で2017年1月になりましたけど、 管理会計科目に対して、得意先別の PL に変わりましたという感じですね。得意先別のあらりとかいうふうになってますよね。でこれ、元に戻すっていうふうにするとですね、あの元に軸戻ったりとか、あの違う軸で、例えば製品別にするってなると、製品別の,あのシートに変わったりするんですね。これがあの、まあ、要するに1軸、2軸、3軸だけじゃない多次元データベースの。 一例となっております、はい、でこうすることで、予実管理っていうテーマでお話しすると、じゃあ、例えばなんでここの得意先別にあらりが高いんだとかっていうふうに分析につながるっていうことですね。はい。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、なんていうんでしょう、入力シートっていうか、えー、数字があったりしますけど、これをですね、もうちょっと分かりやすく、今お話しした内容をのビジュアルというか、 見える化したイメーージでででッシュボードの一一例すすねあの要素は一緒です、えー、とこのシートで製品売上シートっていうのののところで製品別とか得意先別っていう風な数字を持ってるんですけどじゃあ例えばですけど全社、えー、の中で、えー、ですねあらりが例えばですけど53%っていうダッシュボードこれ全社の数字なんですけど例えば、えー、とあら利益で えと2017年の9月は53.1%が荒利益ですというのを、えー、とこうやってです、ね、多次元データベースでデータを持っていると,、えー、とそれに分解していることがアウトプットからつまり結果からたどっていくことができたりします。でえー、とどういうことかと言いますと、えー、じゃあ53.1%をクリックすると,、えー、と何別に分解しましょうかって聞いてくるので 例えばですけど、さっき取引先別のにシートを展開しましたけど、製品別にグロスマージンですね、あらりを分解してみると、よいし53.1%の全社の平均に対して、何が売上として、ごめんなさい、あらり益と、ね、して貢献しているかっていうと、製品の C1 とか、 はですね C5 は60%というふうに、あらりが高いと、売っている製品として。逆に営業利益に貢献していない製品というのは A3 と A4 ですよ。これが一番低い内容でいうと 44.、44.9%しかありませんとかですね、いうふうに、えーとまあ、特定することができますというところですね。 なので、えっと、もう一回今日のテーマで、予、えっと、実管理と多次元データベースっていう関連性で、えっとまあ、テーマなんですけども、なんでこれが粗利益が低いのかとかですね、逆になんで粗、えー、利益がこの製品は高いのかとか、どこの販売先に粗利益が高いのが売ってるのかっていうふうにたどることで、予、えー、実管理の精度を上げていく、質を上げていったり、底を上げをするっていうふうな行動につながりやすいですよね。 え少なくとも売り上げが100から90っていう差額を追っても分かりづらいですけどこうやってまあいろんな軸で,ですね分析したいっていう内容に対応した一つの事例かなと思います。これはおもちゃっていうかあのグラフをですねどんどんたどれるような単純な b i ツールっていうかグラフ化ツールだけじゃなくてえじゃあこの元シートですね C1 って何でしょうかっていう形で 元シートにたどるってクリックすると、さっきの製品売上管理シートっていうのに戻っていくことができますので、あのまあ、入力シートと,、えー、とダッシュボードが、まあ、簡単に言うと連動してるんですね。なので、C1 別の多次元シートに戻ってくるっていうような作りになってます。はい、これが、えーとまあ、シンプルにですね、要するにその皆さんが分析したいとかですね、 あるいはエクセルで運用するには限界だっていうところで言うと、まあ、やっぱりこう2次元、3次元、エクセルって2次元なので、えー、まあ縦横しかないじゃないですかで。やっぱりこういう運用ってできないので、えー、どこかでエクセルって限界来るなっていう意味で、まあ、ツールがあると例えばどういうことができるんだっていう理想像の一例という感じのデモになっております。はい、ではですね、ちょっと改めて。 えー、お話ししたい内容ですね資料に戻りまして、えー、解説しますと、多次元データベースのイメージで、組織別とか、えー、顧客別とか、えー、製品別とかいった形で、えーまあ、その一例ですね、ご紹介しました。うんはいでえー、と改めて、ねえー、イメージというか、えー、画像でお伝えすると、よいしょ。<laughs> えっと、得意先別とかですね取引先別というのはどんなイメージだったかというとですね、えー、横軸をですね、えーまあ、取引先別に、まあ、管理会計の項目を内訳として、えー、軸を変えて表示できることができるというところが一ると軸を変えるってどんなイメージかというとですね、えー、横軸を得意先って変えるような操作イメージでしたというところです。 で、えーと、違う軸でですね、製品別に、えー、と分解する多次元データベースのイメージと、えー、グロスマージンっていう売り上げあらり益です、ねえー、いうのを製品別に分解していくことができたり、えー、といった内容をデモさせていただきました。 例えば、えっと、今お話しした、えっと、例ですね、製品別とか取引先別っていうのは、どっちかっていうと製造業のイメージなんですけど、同じように、えっと、ニーズで構造は似てるんですけど、違うケースで言うと、例えば IT 企業で言うとですね、プロジェクト軸っていうのが通常の組織とは別軸であったりしますよね。 あと私がやった事例で言うと例えばゲーム開発をしている会社なんで言うとアプリ別っていう軸ですね。でなんでアプリ別っていう軸が通常の組織と別でいるかっていうとエンジニアはですねプロジェクトって複数兼務しているのでプロジェクト別にコストを割り当てたりプロジェクト別に稼働した時間に応じてそのプロジェクトの減価になるので。 そうすると、やっぱり組織軸とプロジェクト別で別々に持たないと、プロジェクトとして儲かった、儲かってないってわからないので、こういう軸で,ですね実態としては運用したりしますよね。これが、ね、多次元データベースっていう内容の一例になったりするという感じですね。はい、で目的は一緒なんですねあの。プロジェクト別に儲かってる、儲かってないを見たいっていう一例っていうイメージですね。はい で最後ですね、えっとまあ、シミュレーションのイメージ、ちょっとデモで、えー、上はですねちょっとカットしましたけど、あのーまあ、例えばですけど、取引先別とかですね商品別っていう形で、数字をですね、えー、入力シートと連動して、パッと分かるようになると、えーまあ、例えば、為替でもいいですし、なんかその係数をですね、えー、変えるとどれぐらいいきそうかっていうシミュレーションもですね、 同時に行いたいみたいな画面を設定したり、ちょっとぼかしてますけど、こういったのを作ったりしているケースもあったりという形ですね。はい。以上が、えー、まあ、予実管理と多次元データベースっていう内容のデモの振り返りとなっております。うん でこ,こからです、ねまあ、ちょっと簡単に余談でして、まあ、このデモをです、ね、考えたり、あのまあ、実はこのテーマをです、ね、お話ししたい人って、具体的に1人、あの先日会話した方でいらっしゃって、その方に向けてです、ねえー、作ってるんですけど、あのまあ、この資料とかこのデモを振り返ってです、ね、ちょっと思い出した内容でいうと、結構、セールスフォースの、えー、に似てる共通点があるなと思ったので、ちょっとそれは余談でご紹介したいと思います。